武士たちは強大な忍者の力が武士の世を脅かすことを恐れた。そこで精鋭忍者部隊の殲滅を画策し、闇の森で罠を張っていたのだ。武士の包囲網から逃れた九郎は早城と合流し、霧隠れの湖へと来ていた。隊長、全部武士の罠でした。早く村のみんなにも知らせましょう。他からも報告は受けている。霧隠れの湖から東に行った墓地に他の忍者部隊は先に撤収している。お前も彼らと合流するんだ。俺はまだ森の中にいる仲間を探してくる。